次に宮本徹君。日本共産党の宮本徹です。まず今日はですね、 GoTo トラベルが来年度の年金改定に与える影響について伺います、資料3、ですけども、年金カット法が施行され、来年度から年金改定のルールが、新しいものが適用されます。で、物価改定率がプラスで賃金改定率がマイナスの場合は、これまでは据え置きでしたけども、来年度からは賃金改定率に合わせて年金を引き下げるということになります。そして資料の4ですけども、この賃金改定率というのは、計算方法、2から4年度前3年度平均の実質賃金変動率プラス物価変動率プラス可処分所得変化率、これはまあ 0.0 だと聞いております。賃金改定率もですね、物価が下がるとそれだけ下押しされると。で、ご承知のとおり、総務省の統計で GoTo トラベルが消費者物価指数を大きく引き下げております。私、試算をしてみましたが、結論から言いますと、来年度の年金は GoTo トラベルの影響でマイナスとなる可能性がかなりある。まずですね、11月12月の物価、まだ確定値は出てないわけですが、東京都区部の11月速報値の水準まで下がった場合について試算をしました。実質賃金変動率はマイナス 0.2 と仮置きして計算すると、物価改定率はプラマイゼロと、賃金改定率はマイナス 0.2 となります。よって年金はマイナス 0.2 の改定ということになります。これ仮に GoTo の影響がなければ、物価改定率はプラス 0.2、 賃金改定率はプラマイゼロで、年金は据え置きになっていたはずだと、いうことなんですね。これ実質賃金変動率をマイナス 0.1 と仮置きした場合でも、GoTo がなければ据え置きのはずだった年金が GoTo トラベルの影響でマイナス改定となります。物価変動のもう一つのパターンとしてはですね、11月12月の数値が10月並みだった場合というのも考えられるので、これも試算してみました。実質賃金変動率がマイナス 0.2 なら、これも GoTo の影響で、年金はマイナス改定になります。実質賃金変動率がマイナス 0.1 のときは、マクロ経済スライドの調整率がどうなるかにもよりますが、上がるはずの年金が据え置きになるケースもあるということなんですよね。大臣にお伺いしますけれども、この GoTo トラベルの影響で、年金がマイナス改定になってしまうと、こういう可能性があるということは否定できないですよね。田村厚生労働大臣。年金の改定率ですけれども、総務省の全国消費物価指数、これを使ってます。で、これ見ますとですね、今、1月から10月はプラス 0.2 という状況で来ておりますが、このあとどういう数字になっていくかというのは、これから出てくる数字等々に反映されるものだというふうに思います。で、この中に宿泊だとかエネルギーだとか、そういうものが入っておりまして、こういうものがですね、今、マイナス要因であろうというふうに、推測はされております。推測といいますか、今の足元 で、そういう意味からいたしますと、法律上ですね、全国消費物価指数を使うと、年金の改定率にということでございますから、事実として、当然これがマイナスになればマイナス要因になると。一方で、GoTo トラベルのお話がありました、この立て付けはですね、これは国土交通省でお考えになられておりますので、厚生労働省といたしましてはですね、事実の中において、これから推移を見守っていくということであります。宮本徹君。GoTo トラベルがマイナス要因になるということで、来年年金がマイナス改定になる可能性があることは否定できないというのが、大臣の答弁だったと思うんですよね。で、この GoTo トラベルを始める際にですね、年金にまで影響が及ぶということは想定されてましたか。田村厚生労働大臣。それは国土交通省と総務省の方にお聞きいただきたいと思います。宮本徹君。いや、だってさっき GoTo トラベルの延長の話もされてましたけども、これ年金にまで影響が出る事態なのに、国土交通省に聞いてくれという話はないと思うんですよね。全然そういうことも、考えずにですね、この政策を始めてしまったということだと思うんですよ。
いや、田村大臣もおそらく今の事態の推移を見て、こんなことになるのかと心の中で思ってるんだと思いますけども、私はっきり言ってですね、この GoTo トラベルで年金が下がるというのは極めて理不尽な話だと思いますよ。今 GoTo トラベル見た場合、例えば国民年金だけで本当に切り詰めて生活されている方っていうのは、この GoTo トラベルって全く無縁な生活をやってます。さらに東京で言えばですよ、65歳以上の高齢者の皆さんは GoTo は自粛してくださいと言われてるわけですよね。まあ、私は全部停止した方がいいと思ってますけども、少なくとも政府だってそう言っていると。でも GoTo に無縁な年金生活者、高齢者、こういう方々が GoTo トラベルの影響で年金がマイナスになってしまうと、私はこれ許されないと思いますよ。私は特例措置を作ることも含めてですね、こういう影響が高齢者に及ばないようにすべきだと思いますが、大臣いかがお考えですか。田村厚生労働大臣。物価はいろんなものがですね、構成されて出てくるわけでありまして、その宿泊費だけではなくて、先ほど申し上げましたエネルギー、いろんなものがあります。コロナ禍においてですね、いろんなものが物価が下がっているということもございます。その中において最終的にですね、全国消費物価指数を使うという話でございます。で、重ねて申し上げれば、なんか特例という話ありました。以前特例でお止めしました、年金を下げるのを止めましたが、結果的に年金制度上ですね、その後その分後世の方々がですね、年金の引き下げになっているわけでありまして、そういう意味では特例を使って、何らかの形で、まあ、仮にですよ、年金がまだ下がると決まったわけではありませんが、まあ、下がる ところを仮に止めたとしてもですね、結果的にはそれは後世とのですね、やはり公平感、負担感の公平感みたいなものに関わってまいりますので、なかなか委員からのご提案、これは一般論として年金が下がったものを止めるというわけにはいきませんし、まあ、そもそもマクロ経済調整等々がいろんな関わる中によって本来上がるものが上がらなかったりというようなことはもうすでに起こっておるわけでございますから、これは年金を維持するための政策としてですね、まあ、今そういうような特例は考えておりません。宮本徹君。いや、私はマクロ経済スライドの問題もね、意見持ってますけども、それにしてもですよ、今回みたいな事態で政府の政策で人為的に物価を下げたわけですよ。自然現象で下がってるわけじゃないわけですよ。しかもそれは恩恵を、その事業によって恩恵を受けない方々の年金が下がっちゃうと、私は極めて理不尽だと思いますよ。その理不尽だという思いすら大臣は共有していただけないというのは極めて残念ですね。しかもですよ、まあ、先ほどは議論になってますけれども、75歳以上のですね、医療費を2割に引き上げようということをですね、やってるわけですよね。年金を引き下げて高齢者の皆さんのですね、窓口負担を引き上げていく、踏んだり蹴ったりじゃないですか。私はこれもう本当はちゃんと検討しなきゃいけない話だと思いますよ。それはぜひそのことだけ申し上げておきたいと思います。その上で、医療についてお伺いしたいと思いますが、まあ、今日もずっと議論になっておりますけれども、まあ、新型コロナの感染拡大が広がる中で、医療はですね、自衛隊まで動員しなければいけないという緊急事態になってきております。で、分科会はですね、先ほど来議論になってますように、感染拡大地とそうでない地域の人の移動をですね、やめてほしいと、 GoTo についてもそういう地域では一時停止の英断をしてほしいということをずっと言ってきてるわけですよ。ところがそれを無視してきて、でこういう事態を招いてるっていうのは、そういう点では本当に私は政権の姿勢がですね、今日の事態を招いてるというふうに言わざるを得ないと思いますよ。さらに言えばですね、こういう事態になっても分科会の皆さんの提言を全面実践しようとしないと、私は何て言いますか、今の医療機関の本当に危機的状況に対する大臣の認識そのものが甘すぎるんじゃないかと思いますが、そうなんじゃないですか。田村厚生労働大臣。
非常にですね、医療の現場、それからクラスターが起こっている介護の現場はですね、厳しいものがあるというふうに認識いたしております。私自身ですね、これ今このような状況で新規感染者数がですね、移動平均で多分2100名、200名というところだと思うんですが、1週間のこれがですね、さらに増えるということも前提においてですね、医療提供体制を考えていきませんと、いろんな移動の制約をかけても、一方で気温が下がるというそういうような要因も出てまいります。ですから我々厚生労働省としてはですね、さらに感染拡大が起こった場合でもですね、医療提供体制をしっかりと維持できるような方策、これもしっかりと今検討をいたしております。いずれいたしましても、決して私ですね、今の状況を甘く考えておるわけではございませんでして、感染が拡大をしている地域、この地域に対しては大変な危機感を持っております。宮本徹君。大変な危機感があるんだったら、今一番やらなきゃいけないのは感染者数そのものをですね、増やさないための策を専門家の皆さんの提言にのっとってやることなんですよ。感染症の対策っていうのは何よりもやっぱり専門家の皆さんの知見が一番大事なわけじゃないですか。それを無視してですよ、それをやらずに、いや、やらないから中途半端なことになっちゃうわけじゃないですか。勝負の3週間と言いながら、私は本当にですね、もう何度も同じことを言ってますけども、分科会の提言はやっぱり全面実践すべきだということをですね、田村大臣自身が菅総理と会って説得しなきゃいけないですよ。それをやろうとしない、それやりますとここで答弁してくれればいいですよ。質問ですか。じゃあ田村厚生労働大臣。私が提言するというよりかは、分科会のですね、ご提言というものは、これは総理にもですね、伝わっておりまして、だからこそですね、各都道府県の知事さんらともお話をさせていただいて、感染拡大している地域、今、例えば札幌、大阪市、それから東京、東京都もですね、島しょ部は別かも分かりませんが、例えば夜間の営業のですね、自粛、こういうようなこともやっていただいておりますし、GoTo イートに関しても食事券等々は新規発行しておりませんし、それから GoTo トラベルに関しても制約をかけておるということでございます。でありますからですね、分科会からのご提言しっかりいただきながら、それを進めさせていただいておるというふうに認識いたしております。宮本徹君。分科会は皆さんのやり方があまりにも中途半端だから、わざわざですね、データまで示して、若い人たちが感染を広げてるんだと、そんな手間まで専門家の皆さんに取らせないでくださいよ。皆さんが初めから分科会の提言通りやらないから、ああいうですね、計算までしなきゃいけない事態にですね、なってるわけじゃないですか。それでですね、その上でどう、感染拡大防止していくのか、分科会の提言全面実践というのは基本だと思いますが、今日も旭川の話がかなり出ておりますけれども、本当に旭川深刻な事態ですよね。大きな病院で2つのクラスターが出、さらに旭川赤十字病院も新しい感染者が出たということで一部機能停止という本当に深刻な事態で、これ以上ですね、クラスターを絶対発生させないと、可能な限り発生させないためのあらゆる手立てをですね、私は取らなきゃいけないと思います。基本はですね、それぞれの医療機関での感染拡大防止策をですね、さらにやっていくと、換気もやると、私は空調もですね、予防的に止めた方がいいと思いますけれども、それと合わせてですね、政府自身が言ってきた感染拡大地域での、医療機関、介護施設でのですね、職員の頻回の検査ですね、私、ここ旭川みたいなところでこそですね、国も支援してやらなきゃいけないんじゃないかと思いますよ。そういう認識は大臣ございますか。田村厚生労働大臣。だからこそ政府の方もですね、そういう通知を何度も発達をさせていただいて、
感染拡大地域においてですね、例えば介護施設等々の従事者入所者に関してはですね、検査をしっかりとやっていただきたいということを申し上げておりますし、まあ、もう当然医療機関も同じであります。しっかりとやっていただく中においてですね、それでも全てが全て抑えきれないかも分かりませんが、しかしやることによってやらないよりかは一定程度ですね、感染拡大を防いでいけるものというふうに認識いたしております。宮本徹君。ですからその通知を出してできているのかという問題があるわけじゃないですか。で、今日資料1ページ目ですね、ちょっと大前の分科会ですかね、配られた資料ですけども、検査の、頻度ですね、それから検査から隔離の遅延日数、そして検査制度についての海外の研究についてのグラフが出ておりますが、これちょっと分かりやすく説明していただけますか。はい、渡辺内閣官房内閣審議官。はい、ご説明申し上げます。ご指摘されている研究事例はアメリカの大学がですね、今年の夏頃のアメリカの、その感染状況をベースに1万人ぐらいの規模の、架空の集団を作ってシミュレーションを行ったものでございます。で、そういう意味では個別の介護施設への適用ということではございませんけれども、このグラフの見方はですね、左のグラフがですね、横軸側の検査頻度でございまして、右の方が14日に1回、2週間に1回ですね、で左の方は毎日検査をするという感じでして、検査頻度が高いほど感染者が減るということでございます。で、1つのグラフがこの6本の棒グラフのセットになってまして、左の3本が検査精度が高いで、右の3本は低いで、検査精度が高い方がですね、感染が少なくなるんですけれども、もう1つはこの0、1、2というのがありまして、これは検査をすぐに隔離するのが0で、1日後に隔離するのが1ということでして、頻度が高い方が感染者数が減るということに合わせて、この検査後すぐに隔離をする方がですね、感染者が減るということが、この左のグラフはそういうグラフでございます。で、右のグラフはですね、検査精度が高いほど、この横軸は検査の、間隔頻度でございまして、縦軸は感染者数でございまして、同じ検査頻度であれば精度が高い方、検査精度が高い方が感染者数を減らせますけれども、検査間隔が6日以下になってくるとですね、検査精度によらず感染者数をほぼゼロに抑えることができると、こういうシミュレーションを行ったものでございます。宮本徹君。つまり検査頻度をですね上げるということ以外にですね、感染拡大防止にとってですね、有効な検査というのはなかなかないのかなというのを示しているのはこの検査だと思うんですよね。で、やっぱり旭川みたいなところではこれ以上もうクラスター出したら本当対応しきれないですから、今だってもう県外にですね手術だとかのお願いを しなきゃいけない事態になっているわけですよね。そうすると検査をですね、私は頻回に、ここで示されているように頻回にですよ、ニューヨークは一時期介護施設週に2回やってました。そういう頻度でですねやって、本当に医療体制を崩壊させないための手立てを通知出して済ますんじゃなくて、国自身がですね一緒になって相談して体制作らないと本当に医療が崩壊するんじゃないかという大変な危機感を私は、持っておりますが、そういうところまで通知出すんじゃなくて手立てを打っていただきたいんですけども、いかがですか大臣。田村厚生労働大臣。そういう意味でですね、検査費用に関しても、これは本来交付金から出ますが、自己負担部分に関してもですね、しっかり手当てをするということでですね、それに対応いただくということになっております。これ感染拡大しているところにおいてはですね、検査をやはり定期的にやっていただきたいということを再度我々もお願いをいたしておりますし、どういう状況であるかというのは今それぞれの地域のですね、検査状況等々もですね調査をしておる最中でございますので、やがてそういうものが出てくる中においてさらなるですね、こちらの方からお願いをしてまいりたいというふうに思っております。宮本徹君。全体の検査もそうですけども、 まずはですね、今起きている事態をどうですね、事態を打開を図っていくのかというので、
ね、今個別にどこが大変だったのも分かってるわけですから、そこでどうするのかというのをですね、マンパワーの投入も含めてですね考えていただきたいというのが今日の私からのお願いであります。それとですね、まあ、全体考えた場合にこう頻回の検査やろうと思ったら、私はプール方式導入するしかないと思いますよ。私はもう加藤大臣の時からそのことをお願いしてまいりましたけども、それはもう、まあ、感染源でいろいろ確かめてという話は聞いてるわけですけども、この内閣府の資料でも精度よりも頻度なんですよ。精度よりも頻度、それをやるためにぜひプール方式導入を決断してください。大臣、田村厚生労働大臣。私も大臣の前、もう4月ぐらいからプール方式をですね、ぜひとも制度がどれぐらいあるのか、やって実効性があるのか確認してもらいたいということを厚生労働省に、まだ大臣前でありますからお願いをしですね、感染研でやってきていただいているということであります。まあ、プール検査でに関しましてはですね、検査性能については、その例えば再検査を含む総コストや時間等についてですね、いろいろとですね、これ、なんと言いますか、一定のそういうコストや時間にいろんな問題があるでありますとか、またですね、キットによってですね、その性能が異なるでありますとか、さらにはその複数の検体を一つにですね、まとめなきゃいけないということで、その時に手間がかかる、非常に時間がかかるというような問題点はあるというふうに、これは感染研の方からですね、お聞きはいたしておりますが、再度このプール検査というもの、最終的にはですね、私はその精度とですねコストの問題になってくると思います。そこで有効かどうかということを改めてですね評価をする必要があると思っておりますが、早く結論を出さなきゃいけない、これは実は私もそう思っているんですが、各自治体からもそういうお声もいただいておりますので、早く評価をさせていただきたいというふうに思っています。宮本徹君、早急に決断していただきたいということを申し上げまして質問を終わります。ありがとうございました。